で、2本目がちょっとやんできたぐらいだったんですけど、僕としては筑波以来の雨なので、まずは車体確認から始まって、走行開始したんですけど、そうですね、もうちょいいろんなところを修正できればよかったんですけど、例えば、ブレーキングのかけ始めだったり、だんだん乾き始めてからちょっとずつ修正はできてきたんですけど、まだこう、なんていうか詰めれる部分がいっぱいあったかなっていう初日でした。タイムでいうとトップと3秒ぐらい、3秒以上かな、離れちゃってて、で初日としてはちょっと置いてかれてるかなっていうのが大きいんですけど、まだいいところもあって、この間のテストで言われてた課題が、雨の走行の中なんですけど、少しずつ改善の余地が見られたっていうのは、雨の中でもその得られるものがあったんじゃないかなと思います。それをまたドライに、変わった時にそれが活かせれば、もうちょいタイムアップも見込めると思うので、明日予選はドライか雨かちょっと分かんないんですけど、とりあえずその前回言われてた課題と、また今日得られた課題しっかりと、明日の予選で出し切れたらなと思います。ドライだったら、まあ、1分33秒って言いたいんですけど、ちょっとまだわからないというか、僕の力量が、35秒ぐらいしか、5フラッカーぐらいまでしか出てないので、いきなりポンとは出しづらいとは思うんですけど、でも、確実に車体含めて、前回のレースから、レベルアップしてると思うので、そこは自信持って、自分の走りが出せたら、間違いなくタイムアップするんじゃないかなと思って、ひとまずシングルは確実に狙いたいなというところです。はい。今ですか？雨降っててちょっと汚れちゃったんで、ヘルメットを磨いてます。これは塗装だとみんな思われるかもしれないんですけど、これは実はステッカーで、デカールをなんていうか加工してもらって、自分のオリジナルデザインを作ってもらったっていう感じです。なので、普通塗装だと結構 こういう色合いとかあんまり出しづらいと思うんですけど、こういうグラデーションだったりこういう線だったりとか、でもデカールだとそういう部分は貼れば、出やすい、出るので、本当いつも OK デザインさんにも感謝しております。ありがとうございます。デザインの大元は、まず六門線は僕の地元の真田幸村の、六門線で、僕の母親の家紋が六門線でもあって、それで市長に挨拶行った時に、使用していいですかって聞いたら、全然いいよっていう風に答えて、六門線を貼ってくれてます。で、まあグラデーションというか、この色にしてくださいって頼んだのは、結構お任せというか、そこはちょっとかっこよくお願いしますっていうようなお任せでもあるんですけど、そんなにそのなんていうか格好悪いところはないと思うので、これは加藤大二郎選手の一部をお借りしたというかいう形なんですけど、そういう形で
ここにスポンサーさんのステッカー貼ったりして、まあ自分のオリジナルデザインとスポンサーさんと一緒に戦ってるっていう形で、やらせてもらってます。明日明後日と、上位狙って頑張ります。ではまた明日。バイバイ。いやー、今日雨だったな。雨でしたね。雨でしたね。無天候で終わったからいった。それが一番です。あの終盤の赤旗、水さん焦ったらしいじゃん。相当焦りました。これは医務室行かないと。俺も赤旗出るたんびに、ビビってました。セクターするかな。3回ぐらいありましたからね。やばいですね。これですね。赤旗の旅に人をドキドキさせる村瀬選手。すいません。待って、怒ってんの？怒ってない。今日の立ち位置ここだから。今のとこ、今ね。ここなんで。あ、大変。決まった。はい、終わっちゃいました今。これが本当の YouTube。未公開映像。未公開映像は。未公開のまま終わったらダメなんで、監督ちょっと、はい、あっちは映さないでください。はい、あっちを映してちょっと遠目からの、はい、ダメです、こっちの方がかっこいいんで、はい。本物です。また言われますよ。本物です。偽物です。本物です。また言われますよ。何、ちっちゃって。よく嫁にちっちゃいって言われます。